あの始まってな、ね。えっ、ー、とそれではですね、えー、今日はですねあのプロモーションビデオということで、えー、2018年論文分析、えー、講座プロモーションビデオなんですね。えーえー、ちょっとあのパンフレットを見ますわ。ね。これあの斬新な講座なんでね、えー、ちょっと私もねこう間違ったこと言えませんので、えー、ちょっと待ってくださいね。えー とすいいまませんねねちを食らいました、ね、今ちょっとのんびりしとったらいきなり始まったんでねあえー、っとこれこういうねあのー、パンフレットのカラーパンフねこれのああ20ページですわねはい「えー、論文書去問分析講座」っていうのがございますねほらニュー 論文過縦、うん、断分類編と再現答案分析編というのがあってね縦断分類っていうのは、えー、要はねあのー、過去問あるじゃない、ね、ちょっとこれとの比較とにおいて説明すると分かりやすいと思うこれこれがガチな論文対策講座これ、ね、これもガチな論文対策講座素材をもう殺さずにもうそのままやるとね 生かさず殺さずじゃないけどね。素材を殺さずにやるのがこれ。これとの比較とにおいて説明しやすい。じゃあ、論文過去問分析講座というのは何かというとね。そのちょっとね。回数も見るとわかるんだけど。これはね3時間かけるですね。3時間かける。その10段分類編がま4回。 厳密に言うと特実で2回目衣装商標で、えー、まあ衣装が第3回で 4, 4回目が商標法と思えばいいで再現答案分析編っていうのはあの平成29年ね一番新しい平成29年のあのほらあのすげえもう断トツ受かってる人の答案とまあギリギリ瀬戸際 うん、このあの何て言うの？等角ラインというのは2種類。つまり等角ラインで合格する。答案と等角ラインで落選するとはね。うん。何がその合否を決めたのかっていうねそう。そういったところをね。あのー、見ていく講座なんですよ。えー、まあだからメリハリという点ではあるよね。えー、で、この10段分類編ですけどね。あのー。 まあ適当見せてもいいでしょうね。じゃあちょっとね見せますわ。あこんな感じですよね。えー、例えばほら平成22年の問題がね最初に来るんだけど、あ、ほらこんな感じ。で平成22年の本当の問題というのはねもうすげーロングですよ。えー、もう一ページには収まるか収まらないかぐらいのロングですわ。そんな中でね。 このほら平成22年の問題1の設問3だけをね抜き取ってこう小事例的な感じでやっていくとで大把握をしていくと、ねまあ、そんな感じですええそんな中でですねそんな中で、まあ、これだけだとなんか字面でね何買い取るか分からんっていう意見もあるからね、まあ、そんな心配もあの払拭できるよ私はこうやって。 手書書きの番書ねこれつけますからああほら平成22年の1の3ね、うん、大体つけとるよ、うんまあ、つけなくてもいいぐらいのシンプルなやつはつけてないけどねこんな感じで、あのー、要はねまあ十段分類編っていうのは簡単に言うと担当体系別問題集があるじゃん、ねあのー、まあガチのその過去問っていうのはもう年度別だよね平成29年の1から60。 ね、平成二十八年も一から六十ね、それをガチでやるのがまあ年度別ですわねそれの論文バージョンは理想と現実ですよ年度別っていうことでねこれがあ,あ、であの担当体系別問題書はほらまずあのねえ相続と言って一条からあの何条までだっけ二十八条。 ね、特許の1条から28条までの総則がこう、ね、最初に来てその次は特許権29条29条の2、ね、新規制総数の例外そしてあの特許を受ける権利、ね、職末名そんな感じでこの分野ごとに、えー、過去問をこう説問ごとに分断して分類化してそれをこの若い分野からこうやっていくと、ねえー、条文の若い、えー、順番にやっていくと。 あそういうイメージで捉えていただくとよろしいかと思います。えただね言っときますけどあのー、これねもうなんていうのかないい意味でいい意味で拷問的にすごい講座ですいい意味でえ普通拷問したら悪い意味で捉えるんだよね。それだけもうなんていうかそのね値段も値段どんぐらいあ値段もね皆さんにとっては重要だからこれですね。 えー、うわこれなんでこれ論直パック受講生価格が3万円で一般価格が6万円っていう感じなんですかああそうかだから論直まとめて、えー、のうちの一つに、えー、入れると安いんだな単発で取るとなかなかあ高いと、えー、そういう,う感じですはいね まあ、論直パックだともう半額の半額以下の値段でね受けられるとあ半額ですねちょうどねはいでえー、っとそれで、えー、もうすごいんですよだってねたった2回で相当な問題こなしますこれが拷問っていうんですよええー、でね、あのー、申し訳ないけどそのこれねある意味答案構成みたいなもんじゃん これね、で次もそうですよな、えー、っと平成26年の問題だけどなんかこうあっさりしてるでしょそう答案構成だけなんですよねでこれをこの宮口版書を用いてねえー、ほら平成26年もちゃんとね手書き手書きの方がねやっぱねいいんですよ温かみがあってねちゃんと平成26年の時系列もねつけとるやろああこうやって。 ね、やっぱりこの温かみがあるんですよね今どんどんこう世の中ねデジタルに動いてますけどなんだかんで打ってねこのアナログな部分っていうのは絶対に残りますね。それを軽視しているようだとあの返しを食らうと思います、ええまあ、だからねあのそういった意味で「板書」の手書きの良さといったものをねこの。 字んん、ね、面だけじゃ面白くないから。で答案構成ですからねでフルバージョンの答案は原則原則じゃない原則扱い扱ません、ええ、もうそんな暇がないのが実情です。ねものすごく多くの問題をたった3時間かける2で特日はだよ衣装なんてたった1回商標なんてたった1回で もう何年分もの素材をね相当なスピードでこ,のこなしていくためにはもう答案構成しか扱えませんじゃあ全文書きの答案が分からないじゃないかとねその心配もまたゴム用ということになりますそれはどうしてかというとねえっと全文書き、えー、掲載版という,うテキストがちゃんとついてるよそら ね、全文掲載版あこの赤いのはね気にしないでねこれ俺特別用だからね俺の特別用だからこのレック東京であれ先生なんか赤いのがついてたけどあの自分にねこれがついてませんって言わんでよこれ俺のスペシャルバージョンだからね,ねお客さん用のではないですはいでこれは見てくださいほらフルーバージョンほら23年のね説明書ほら「投案がほら」ねそう こういうふうにちゃんとフルバージョンがついてるんですよ。うん。まあだから、あのー、そこはね、心配せんでいいんです。ただ、授業では原則扱えないので、そこはご了承ください。ただ、時々俺もね、その、こっちの答案構成があまりに簡素すぎて、どういう答案になっちゃるんじゃ、ということで、こっちをたまに見ることがありますからね。はい。で、次に、あのー、えー、っとね、 今度は、えー、再現答案分析編というこれがなかなか、ね、画期的ですよね。えー、再現答案のあ、えー、分析編これはねなかなかもう斬新ですよ。そこで、ねえー、具体的にどういったものなのかと、えー、これをご説明いたします。ね、はい えー、あ十段分離編はだからあのレックが作ったテキストでねあのー、まあ答案構成を主軸にやっていくと大把握やね相当なスピードでやっていくだからガチな答案をあのちゃんと解説してくれっていうんだったらあの宮口聡氏の「理想言論文過去問15年分」これですよ。これもまたいい講座だからね。 うん15回で、まあ、7万円だからね、うん、こっちはほら、あのー、6回で6万円ですよ6回で、えー、7万2千円っていうところを考えるとですねいいですかあこれあのあれですよ受講生直前パックだと安いんですけどね普通の一般価格だともうこのリソゲンの方がある意味安いんですよほら7万円で15回ですようん。 意外とお得なんですよ理想源もねそれで、えー、このお再現答案分析編というのはこういうテキストでございますちょっとこれごめんねビニールに入ってるからねビニールに入ってるからちょっとん出すわほらね論文再現再現答案分析編ねはいこれが表紙ですねまあ表紙なんかどうでもいいですねはいじゃあねあのー、あこれ問題ですよ 問題ももどうでもいいねそこで、はい、ちょっとあんまりネタは見せられんけどねちょっと見せますわほら D さんいうのが登場するんですよ。なんとすごいですよ117点。ね、で特実衣装の得点の平均が60.2だからはいダントツ合格者ねあっちょっと待ってねちょっとコードがちょっと足りませんね。はい、えこれはもうダントツですよ。 煙突ではありませんダントツ合格ですね、うんはい、じゃあ次にですね、えー、まあその人の答案やるわけですで次にえー、っとじいさんねじいさんえじいさんってあのじいさんばあさんのですかじゃないよねはいまあいその前に D さんっていうのが登場しますあ D さん今やったね <laughs> D さん今やったよ。ああで、えー、ちょっと待ってね。えー、I さんあ,あ,あ違う F3F3 っちゅうのが出てくる。うん、あこの「特実1」が「i」に見えたから「i さんであの f さん、ね「F3」ねでもさ「f さんってあんまり縁起がよくないよね。一昔前だと f「F」って「F ワンだよ。「F ワンだとか「F ランク」だとかねあんまりいい,いいイメージじゃないよね。58.7。まあまあやな。 当日、うん、もあのさっきの人に比べるとちょっと見劣りするけどねまあまあですよまあまあやねあいあの F さんねで G さんえ,えっと G さん見てみようかこれ G さんっていうネーミングはあんまりよくないよねうんちょっと待ってよあ,あ F さんはまあいいわ次 G さんねなんで G さんにしたんだろうねはい G さんああ落,落ちてるんだ ほら落選ですよ。不合格ですよ、52は。54以上が合格じゃけい。これ不合格ですわ。あっちゃー、だからね、このじいさん、ねえ、なんで落ちたんやと、ねえ、例えばね、ちょっとだけお見せするよ。ほら、こんな、こんなね、10点限定とはちょっと食らってるんで、あのー、空落ちるわなっていう感じなんですよ。ねえ、面白いでしょ。 ねえほら見てくれよほら5点5点減点ではねこういうの食らっちょりますわはいどうですか皆さん面白いでしょうねえまあこういうのもいいんじゃないのねえ模範答案ばっかり見てもねあのー、やっぱりこの何ていうか歌詞のある答案を見てあの自分もそうならないようにするっていうねまさにえー 人の失敗を見て我が振り直せですよねえ、まあ、そういう画期的な講座だからねうんじゃあちょっとあのー、まあつまんないけどね、えー、あの棒読みするからねこのチラシをチラシというかパンフレットはい。 論文試験問題ではあの幅広い知識を問う必要があるとかどうしても複雑な事案が絡み合った問題になりがちしたがって必然的に過去の論文問題における、えー、類題との比較は困難でありそもそも類題であることを自体に気づかない場合すらあります本講座では、えー、論過去12年分のお論文試験をもとに、えー、証文ごとに問題を分析、えー、趣旨規定権利化前後 といった場面分け、それぞれの場面ごとの論点分類を行い、論文試験問題の主題論点を徹底的に分析し紐解いていきます。まずね、論文過去問12年分、これもまあすごいよね。まあすごいと思いますよ。俺のはもう20年分だからね。あのリソゲンっいうやつは20年ね。こっちは12年。まあでも12年でもね、すごいですよ。たったその2、3回でね。 あのやっていくわけだから相当すごいですだからもういい意味でこう思うんですよもうぐッとやりますからねうんはいでまた本講座使用するテキストはね各問題の説問の記載を極限までほら極限までシンプルに圧縮してますからねまあそういうところもね見応えあるわなはいでえー、っと あこれはね、説問の記載用かああまあでもそれはね別にあの俺があの直接事項は何ぞやみたいなところをねきちっと毎回やっていきますから例えばほらねこれですよちょっと分かるかね俺がほら青の四角でねここが直接事項やぞとちょっと分かりにくいうんちょっと細ペンで分かりにくいかもしれんけどねでえー、っとそうやねこれ,これねちょっと細ペンで分かりにくいな 太ペンの方が良かったね今もう授業終わっちゃったんでねちょっと今更なんですけどねまあ皆さんできるだけさこうやって太ペンで、ね、こういうこれが直接事項なんやぞみたいなねでこれだよ説問こうしてこれこれこのちょっとご色体でやってる、ね、これは別にこうあ,の、まあってもなくてもいいかもしれんけどね まあ俺がもうここが一番聞きたいんやぞっていうふうにやりますからねはいでえー、っとまあ一目でその年の取材内容を把握することはでき各年各テーマごとの取材傾向の把握が容易になっています。これらの分析により今まで 複雑性の中に埋没していた論文試験における問われ方の傾向が次々と明らかになりました例えば異章の異の権利化後定職利用定職に絡む問題が12年間で8回出題されているとなるほどこれすごいよね、うん、そう12年で8回ですよすごいですよね、うん、しかし一方で利用 同じ利用定職というテーマでも部分異が絡んだり三十三条の裁定が絡んだりと微微妙に、ね、微調整してきてきいると、はい、こうした新しい角度からの論文試験問題の分析をもとに、えー、宮口講師納富講師ね、えーえー、という実力とお実績と兼ね備えた、ね、講師陣が腕を振る舞う。腕を振る舞うんだ はいで本講座により、えー、論文試験問題に対する、えー、最新の、えー、知見を身につけ,あー試,験け試験傾向に密着した学習を進めるための浸透してください。そうですね、あまあどっちかどちらかの講師を選んでねやってくれよ。なん。 まあ、あのミックスというのはできないみたいだろうね。残念ながらね、うん。はい。えー、本講座再現答案分析。ね。受験生の。作成した再現答案を。読み込みつつ。本試験で評価されるポイントを解説し。合格答案の具体的なイメージね。ああ、そうですよ。模範答案はね、なんか当たり前のようにやっていくからよ。 まあちょっとね、あのー、インパクトがないんだけどね論文に何を書くのかまたあーそれをどのように表現するかという点はテキストや他の講義により身につけることはできますが何を書かないかすなわちギリギリ状況下の中でね、えー、記載についてどのような取捨選択をするのかそうどのような取捨選択をするのか。 ね、これ重要です例えばねあのー、えっと一つ例にとるとね皆さんね、あのー、去年の、えー、平成29年の問題地でねこのような問題が出ちょるとですよ、ね、これです説明に平成29年6月1日に、はい、国,際受領国際調査報告を受領した後、ね、受領した後。 国際段階によって B について補正をすることができる機会とその内容について根拠となる特許協力条約の規定に言及しつつ説明せろよというこういう問題が出ました。で予備校の,あの模範答案ねこれ何だったかというと19条補正 PCT19 条制と PCT34 条補正です。ね。まあ確かにえあの大体国際調査報告を受領してね えー、まあもうちょっとあの予備審査請求も予備審査も受けてみようかということで予備審査請求をするねそれでもって、あのーえー、34条法制もするんだけどねさあ果たして34条法制はやっぱり書かないと落ちるのかあ書かなくても受かるのかはいそれは受けてのお楽しみでございます、ね、さあやっぱりやっぱり書かんと落ちるんやないやいやいや いや書かなくても受か受るんださあその辺は受けたら分かります。ねえー、ということでですね、えー、皆さんね、あのー、この「論文過去問分析講座」十段分類編と再現答案あ分析編に分かれて 4, 4回と2回ねそういう講座になってます。 で、えー、過去問をガチで20年分やりたければこっちの理想源ですね通称「理想源」と言ってますがあこれもう意外とねこの7万円15回で7万円は意外と安いぞとそういうことでございますはいさあそれではもう皆さんのね勉強にこの合わせて、えー、過去問対策やって頂ければなというふうに思いますえー よろしいですか。はい、ぜひ覚えてください。論文過去問分析講座、えー、十段分類編再現答案分析編でございます。ね、はい。それでは皆さんで、ねえー、そろそろね、えー、眠くなってきたでしょうから、あこの辺で終わりたいと思います。ね、えー、枠に収まらない講義があ売りでございます。ね。 実際今枠に収まっておりませんはい、それでは皆さん、ねえー、今日はあ、えー、論文過去問、ね、分析講座論文過去問分析講座のプロモーションビデオということで、えー、レクセン人講師宮口聡がお送りいたしましたそれではまたお目にかかる時までごきげんよ